ニューズオペエド、本日はラッパーの KW 社員さんをゲストに原野ジョージ解説委員とお届けしています。それでは今日のオペエド参りましょう。先ほど冒頭で原野さんにちょっと解説もいただいたんですが、繰り返しになっちゃうかもしれませんが、そういえばまず吉田茂総理って元総理って国葬だったって、私その頃まあ一応高校生だったんですけど、そういうイメージなかったんですけど、原野さんいかがですか？私もあんまり記憶がないんですよね。報道も少なかったと思うし、まあ、時代が、まあ60年代ということでですね、テレビの放映とかそういうものが、まあ、かなり抑制的だったんだろうというふうに思っています。だから記憶にないですね。じゃあ50年後で、まあ、5年ぶりどころじゃなくて、まあ、それこそ伊藤博文とか、ずいぶん昔山本五十六さんも確か国葬だったかな、それぐらいまで遡るって結構異例なことですよ。これ急遽決まったように思ったんですが、このどんな背景があるんですか？そこが十分議論しないでですね、人の意見を聞くっていうことが信条だと言ってる、まあ、岸田さんなんですが、ずいぶん早いですよね。一つにはさっきちょっと言いましたけど、保守層をまとめたいと、それでですね、まあ、対外的な問題も含めて課題が山積してるんでですね、政権運営の、まあ、主導権をしっかり握り直そうという思いがあったと思うんですね。それからもう一つはですね、参院選の直後なんで人事があるんですが、この間増上寺で行われた、まあ、安倍さんの葬儀にの際にですね、清和会の連中がですね、まあ、参列して献花したんですけども、その順番をめぐってですね、順番が、なるほど、誰が先に呼ばれるかということでもう内紛を始めてて、結局世耕さんとですね、下村さんは参拝しないっていうか、挨拶しないで早々と帰ってしまったという、そういうことを見るとですね、人事早くやりたいっていうことがあるんですね。それからもう一つは、ちょっと脱線して国葬とちょっと離れてしまいますけども、岸田さんのが頭を痛めた問題で、防衛層の問題があって、まあ、岸さんがちょっと体調悪くして熱を出したということで検査したところ、まあ、陰性だったということで、コロナではないということは分かってるんですけども、大病説があってですね、永田町長は絶えないわけです。で、そういうこともあってですね、早く主導権を握りたいということで、さっきも申し上げたように、少し様子を見てと思っていたんでしょうけども、人事も早める、主導権を握るために国葬も早く設定するということでですね、十分議論したふうには見えないところあるんですね。私はちょっとそこは心配ですね。異論がある人は結構いるわけで、8年を超える、まあ、長期政権だったことは事実なんですけども、業績について本当にもうちょっとよく、検証する必要もあるだろうし、アベノミクスはまだ途中ですしね、そういう意味で言うと、これからいろんな声が出てくるんじゃないかという気がして、そのことを、まあ、懸念しますけども、そういうことがあるんで早めに、まあ、閣議決定これからして決めるということですね。まあ、国費でやると言ってますけども、大平さんの時にはまあ有志がお金出したりですね、自民党と合同葬でした。それから佐藤さんの時にはまあ有志、国民有志がお金出してやったというような、ものでしたからね。そういう意味で言うと一段上の国葬ですからね、やはりそこは相当、気を使わざるを得ないと私は思っていますね。慶太郎さん、アメリカでは国葬って割と頻繁にやるんですか？ちょっと例えばレーガン大統領つい最近だと死んでますけど、そういうふうな国葬って形ではなかったと思いますね。ジョン・F・ケネディ大統領って国葬だったっけ？なんかちょっと僕はよく分からないんだけど、なんか国葬っていうのがあんまりイメージとして来ないですよね。日本だったから昭和天皇の時が、まあ、おそらく国葬って言われるやつで、ですけどね、まあ、すごい
まあ、豪華でしたね。名前は使わなかったと思うんだけど。あ、そうなんです ね、しかし、まあ、この問題は、まあ、まあ、あまり葬儀というものを、まあ、清掃の具にしてはいけないというふうには思いますが、まあまあ、非業の最後を遂げられたということもあり、私はまあ国葬でもいいかなというふうに、まあ、いろんな意見があるということですが、というふうに思ってます。2つに分かれてますよね、うん、すごく安倍さんファンの方も相当いますし、うん、まあ、ネットとかツイッターとか見てても、うん、そのアンチ安倍派の人もいっぱいいるんで、うん、その とにかく国葬にはなんか、まあ、その税金を使うのが反対だっていうような声とかもあって、うんうん、僕も伊沢さんと同じで、すごくそのまあ、長期政権だったりしたことと、あと外国からの人気がやっぱりあるってすごく聞くんで、その外国からの弔問客が今回も結構殺到したけど、まあ、裁ききれなかったっていうのもあるらしいので、そう考えるとやっぱりその国際的なやっぱり日本のイメージアップというか、そういう部分でも僕は国葬っていう言い方でいいと思います。はい、まあ、いろんな意見があるところでしょうが、じゃあコロナワクチンの話に行きたいんですけど、コロナ東京では第7波とか言われてるんですが、原野さんどう見てますか？まあ、第7波でしょうね。今日10万人超えたって言ってますから、もう第6波の山を越える状況になってくることは事実ですよね。まあ、ただウクライナ戦争 の侵略もあってですね、経済は非常にガタガタの状態になって、うん、まあ、オイルだけじゃなくて、うん、もう食料だとか、さまざまな物価に影響出てるんで、うん、これ以上行動制限するとなるとですね、うん、単に旅行業者がどうこうっていう次元にとどまらないんじゃないかっていう、うん、やはり危機感は政府にあるんだろうと思いますよ。うん、だからまあ慎重にことを進めると言ってるんですけども、10万人を超えた段階でもたもたしてると、それこそ本当に、まあ、死亡者が急増したり重病患者が増えたりする危険性はあるわけで、今後 2,3 日は、まあ、来週の木曜日ぐらいまで胸突き八丁の状況が続くんじゃないかと思います。あと原発をね、まあ、なんていうかこの機に乗じて急き動かすっていう、まあ、確かにサハリンの天然ガスも止められちゃうというか来ないようだし、化石燃料はこれ以上燃やすとまずいしっていうことで、まあ、原発仕方がないじゃないかみたいな話もあるんだけど、ちょっと拙速ですよね。そうですね、やっぱりこれは長いやっぱり議論をして、気候変動とかっていう問題もありますけども、やはり東日本大震災の福島の原発の問題でですね、安全神話っていうのが崩れてますから、それで各地で訴訟も起きてですね、操業ストップしてるところもあるわけで、まあ、9基それによって 10% の電力が確保できるということで、背に腹は変えられないっていう気持ちは分かりますけどね、手順を間違わないようにしないとですね、これがまた大混乱をもたらす可能性だってあるわけですよ。他のエネルギー源を確保する手立てをやはりしっかりやると、再生エネルギーについても、必ずしも政府は、強力な推進をしてきたとは言えない、側面があるわけでね、そこは注意してやはり、ことを運ばないとですね、大変だから、やっちゃえばいいだろうということにはならないと思うんですね。そういえば慶太郎さん、アメリカはコロナどうなってるんですか？なんか最近聞くには全然みんなマスクしてないとか。いや、本当に誰もマスクしてないらしいですし、僕の友達この間ロサンゼルス行ったんですけども、まあ、日本のその慣れでマスクをしてたらしいんですよ。そしたら、まあ、近くにいた若者に、お前なんでマスクしてんだって怒られて、外せって言われたっていうふうに聞いてますが、でもなんかカリフォルニアはまたそのマスク義務がなんか始まりそうな報道も入ってきてますね。オミクロンはどうなってるんですか？流行ってるんですか？もう同じなんじゃないですか。ただでもニューヨークタイムズ の報道によると、うん、今 の BA4、BA5 っていうのは従来のオミクロンと症状にはほとんど変わりはないっていうふうに
き、言われてるんですね。ただあのなんかこの WHO の発表でも3倍ぐらいの数がそのワクチンを接種している人とあの接種してない人の間で差があって、ワクチンを打ってない人に比べてワクチンを打ってる人の方が重症化する確率が3倍高いっていう話が出てるんですよ。だからまあ今最近そのまたかかってる人はあのワクチンを打ってる人なのか、まあ、過去に感染したことがある人なのかっていうのもはっきりあの報道してほしいですし、あの、まあ、すごく、まあ、これによってその、まあ、行動制限しないっていうふうに言ってましたけど、まあ、またこれ数が増えたらまたいろんなところでそのお店だったりあのそういう自主規制的なことがまた広がるので、それはまたあの全体的に空気も悪くなるし経済的に問題ですよね。まあ、日本の報道っていうのはまあその時々はすごくやるんだけど、じゃあその後アメリカがどうなったのかとかブラジルはどうなったんだ、あの時棺桶が足りないなんて言ってたのにみたいなのが全然わからないので、まあ、だからまあ今日の特集も意味があるわけですけれども、 3,4 年前 の、 あのインフルエンザのピーク時は、1日の感染者76万人っていう数字が出てたんですよ、うん、だからそれに比べたら全然少ないし、その重症化率だったり感染率もインフルエンザよりもまあ低い部分もあるんで、こんなにあの、まあ、国を挙げて神経質になる必要があるのかなっていうのは、まあ、僕は個人的に思ってます。まあ、その辺が非常に難しいところですけど、まあ、政府の方もあの一疫病として、まあ、一疾病として捉えようっていうような動きはあるみたいですね。まあ、これは今後注目していきたいと思うんですが、まあ次のニュースですね。スリランカ大統領海外逃亡って、まあこれは落語のネタみたいな話なんだけども、あの当事者の国民にはたまったもんじゃないんですけど、やっぱり原野さん、これ中国の影とかあるんですか？もう露骨にありますよね。まあ、インド洋にくさびを打つという意味でスリランカに、まあ、借款をしてですね、港を使うとかそういうことをやってたんですけど、経済が破綻して世界的にスリランカ助けなきゃいけないって言ってる時に中国は知らん顔すると、まあ権益だけあの確保しようっていうようなことで、まあともかくあのやりたい放題やっといてですね、なんか混乱が起きたら知らんよっていうような、そういう大国の影響がまあかなり混乱をもたらしてますよね。もう一つはウクライナの戦争によってやはり物価が急騰する、特にエネルギースリランカのような島国は大変ですからね。観光客も減りましたし ね、 ね、そうですね、で日本にとってはあの親日的な国なんですけどね、残念ながらもう混乱状態で、情報すら、はっきりわからないっていうのが現状じゃないですかね。なんかでも中国があのスリランカの港を99年咀嚼するとか、なんかかってイギリスが中国にやったことをそっくりそのまま仕返してるみたいなんで、あの苦しみを知ってるなら考えろよみたいなことを言いたいと思うんですけどね。本当に困ったもんです。それにしてもこの大統領以下、これはどうしようもないんですか。あの要するに海外逃亡しちゃったわけだから、スリランカの方では裁けないわけですよね。もう事実上亡命しちゃって、まあ、メールでもって辞表提出するなんて前代未聞の出来事ですよね。ごっそり金持ってスイス銀行かなんかで預金してんのかな、まあ、困ったもんですね。ウクライナ の、 あのヤヌコビッチ大統領の時もなんかまあこういうようなことが起きて、あの亡命したままあのそのまま次の政権に移ってたじゃないですか。だからこれが例えば何年か後にまたあの火種となって今のウクライナみたいにならないといいなと思いますけどね。ですね、それは確かにそう思います、はい。それともう一つありましたね。維新の松井代表が辞意を表明して、で、まあ、あの今副代表を務めているあの大阪府知事の吉村博文さんがすんなりやるのかなと思ったら、馬場さんっていう私はあまり存じ上げない方が出てきたんですけど、この有力候補の吉村さん、大阪府知事があの代表にならないというのは何か裏があるんですか？まあ、裏っていうほどじゃないんですけども、はい、吉村さん今あのコロナもあるんですけども、2025年に、はい、あの名古屋の万博以来の万博をやるわけですね、うん、ところがですね、財政再建非常に、まあ
橋本、府知事時代からずっとやってましたけども、うん、やっぱり相変わらず悪いんですよ。あで特にコロナになってまた税収が減ってしまってですね、財政が非常に厳しいと、うん、東京とやっぱり状況が違うわけですね、うん、それでなかなかその、万博を抱えてですね、吉村さんが、まあ地方自治から足を抜けて、うん、まあ国政レベルでのリーダーとして登場するっていうわけになかなかいかないということだと思います。うん、一方の馬場さんですけど、馬場さんは堺市の市議やってて、私も議員になってからもほとんど知りませんけども、はい、堺市には行ったことあって、うん、市役所取材したこともありますけども、うん、やっぱり、大阪とやっぱり違ってですね、知名度っていう意味では馬場さんやっぱりまだ低い、うん、それから自民党系でもともと自民党系ですけども、反主流に属する、まあ、日本維新の会の連中の流れなんで、うん、やはり全国レベルの、政党に格上げするということが大きな課題ですけど、そこへ持っていくのは相当な力仕事なんで、うん、なかなか大変だろうと。でも選挙終わってですね、参院選挙が終わった後、支持率が少しずつこう下がりつつあるという、うん、情報もあってですね、維新は、党首が交代した後ですね、やはり党勢をどう維持するかっていう、うん、問題にぶつかっていくと思うんですね。まあ、期待しているのは、吉村さんに期待しているのは自民党の菅さんですけども、うん、菅さんも今は、まあ、まだ動ける状況ではありません、自民党の中の状況から言って、うん、だからその辺の動きは、まあ当面馬場さんでまとまっていくということなんでしょうけども、うん、維新の会も、そんなに、左内輪の状況にはないというふうに思います。将来的に、まあ、維新の会、空中分解とか、あるいは自民党のようなところと合流するとか、そういうような流れもあり得るんですか？なかなかそれはないと思いますね、うん、地域政党としてこれだけ地盤を作ってるんで、うん、むしろ、与党の自公連携に対してですね、連立に対してですね、公明党と維新の会が、まあ、大阪を中心とする関西圏でバッティングするんでですね、うん、これからそういう意味の綱引き、自民党を挟んでですね、うん、激しいつばぜり合いが行われていく可能性があると思うんですね。なるほど、はい、うん、わかりました。どうもありがとうございました。以上、今日のオペエドでした。最近出た情報だと、その2024年のバイデン以外の候補者を希望するか、とがきみたいなものをそのまま読んじゃったりとか、今言ったらここは繰り返してくださいって書いてあるのを、それを読